平野翔の嫉妬が止まらない。岸優太と神宮寺優太との友情に隠された真実とは平野翔、岩優太、神宮寺優太。この三人の関係性は、ファンにとっても興味深く、時には笑いを誘うものである。彼らの友情や嫉妬心について語られるエピソードは数多く存在し、それぞれが持つ個性的なキャラクターが絡み合って、ユニークな物語を紡ぎ出している。ある日、 平野が騎士に対して、可愛いと言ってしまった瞬間を目撃したファンがいた。三人が一緒にインスタライブをしていた時のことで、平野の素直な気持ちが思わず、口をついて出てしまったのだ。その姿は、まるで恋人同士のような親密さを感じさせた。平野は、騎士や神宮寺に対して深い愛情を持っており、その愛情が時に嫉妬として現れることがある。平野がメンバーに対して抱く嫉妬心は、 ファンにとって微笑ましいエピソードとなっている。例えば、平野が俺、嫉妬とかしないけど、と言いつつも、実際には騎士が他の人と仲良くしていると気にしてしまう姿が見られる。そんな彼の姿に、多くのファンが共感し、彼の純粋な気持ちを愛おしく感じているのだ。歌番組でのパフォーマンス中、平野が騎士や神宮寺に対して見せる視線や仕草からも、彼らへの特別な感情が伝わってくる。 見た目はクールで男らしい彼が話すと可愛らしさを見せるそのギャップもファンを魅了してやまない。岸優ユタに対してはジャニーズの先輩たちからも天使のようだと評されるほど可愛がられている。彼の素直さや裏表のない性格が周囲の人々を引きつけてやまないのだ。神宮寺もまた騎士との親密な関係を大切にしており彼らの友情は非常に強いものとなっている。 平野が神宮寺に対して見せる愛情もまた特別なものである。神宮寺が他の人と仲良くしていると平野はつい嫉妬してしまうことがある。しかしその嫉妬心もまた彼の純粋な気持ちの表れであり、彼がいかに神宮寺を大切に思っているかが伝わってくる。この三人の関係性は仕事の場でもプライベートでも非常に密接であり、その絆が強固であることが感じられる。平野は メンバーと一緒にいることが何よりも幸せだと感じており、その気持ちが彼の行動や言葉に現れている。平野の嫉妬心は、時に彼自身をも驚かせることがある。ある日、神宮寺がキャンプに行きたいと言った際、平野は誰とと問いただしたことがある。その瞬間、彼自身も自分の嫉妬心に気づき、思わず笑ってしまったというエピソードもある。平野の嫉妬心は、 決してネガティブなものではない。それは彼がメンバーを大切に思い、彼らと一緒にいることが何よりも大事だと感じているからこその現れである。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。また、平野の嫉妬心は、時に彼のユーモアとしても現れる。例えば、ある番組で平野が最近、騎士君が食事に誘ってくれない、と不満を漏らしたことがあった。 その姿はまるで恋人に対する嫉妬のようであり、多くのファンがその可愛らしさに心を奪われた。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野がメンバーに対して見せる嫉妬心や愛情は、 彼の人間性をより深く理解するための重要な要素である。彼のその純粋な気持ちがメンバーとの関係をより強固なものにし、彼らの絆をさらに深めているのだ。平野の嫉妬心は時に彼自身をも驚かせることがある。彼がメンバーと一緒にいることが何よりも幸せだと感じていることが、その嫉妬心の根底にある。彼のその純粋な気持ちがファンにとっても愛おしく感じられるのだ。 平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は、決してネガティブなものではない。それは彼がメンバーを大切に思い、彼らと一緒にいることが何よりも大事だと感じているからこその現れである。 彼のその純粋な気持ちがファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情はファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は時に彼のユーモアとしても現れる。例えば、ある番組で平野が最近、 キシ君が食事に誘ってくれない、と不満を漏らしたことがあった。その姿はまるで恋人に対する嫉妬のようであり、多くのファンがその可愛らしさに心を奪われた。平野がメンバーに対して見せる嫉妬心や愛情は、彼の人間性をより深く理解するための重要な要素である。彼のその純粋な気持ちが、メンバーとの関係をより強固なものにし、彼らの絆をさらに深めているのだ。平野の嫉妬心は、 時に彼自身をも驚かせることがある。彼がメンバーと一緒にいることが何よりも幸せだと感じていることが、その嫉妬心の根底にある。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、騎士、神宮寺の三人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情は、ファンにとっても大きな魅力の一つであり。 その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は決してネガティブなものではない。それは彼がメンバーを大切に思い、彼らと一緒にいることが何よりも大事だと感じているからこその現れである。彼のその純粋な気持ちがファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、岸神宮寺の三人の関係は単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。 彼らの友情や愛情はファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。このように平野翔のメンバー愛は非常に強く、その愛情が時には嫉妬心として現れることもある。しかし、その嫉妬心もまた彼の純粋な気持ちの現れであり、彼がいかにメンバーを大切に思っているかが伝わってくる。彼のその純粋な気持ちが ファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野の嫉妬心は、時に彼自身をも驚かせることがある。彼がメンバーと一緒にいることが何よりも幸せだと感じていることが、その嫉妬心の根底にある。彼のその純粋な気持ちが、ファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、岸神宮寺の三人の関係は、単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。 彼らの友情や愛情はファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は決してネガティブなものではない。それは彼がメンバーを大切に思い、彼らと一緒にいることが何よりも大事だと感じているからこその現れである。彼のその純粋な気持ちがファンにとっても愛惜しく感じられるのだ。平野、岸、神宮寺の三人の関係は、 単なる仕事仲間を超えた深い絆で結ばれている。彼らの友情や愛情はファンにとっても大きな魅力の一つであり、その絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。平野の嫉妬心は時に彼のユーモアとしても現れる。例えば、ある番組で平野が最近、騎士君が食事に誘ってくれない、と不満を漏らしたことがあった。その姿はまるで恋人に対する嫉妬のようであり。 多くのファンがその可愛らしさに心を奪われた。